緊急で動画回してるんですけどもね、なんとですね、なんとついにあの捨てハゲ海賊団一番隊隊長高須美希也くんと三番隊隊長レンズジョーズコーチくんがね、なんとこの川崎のね、私の自宅にやってきてくれました厳しいっていや、嬉しいって、ちょっと、ね、昨日ね、レンズジョーズコーチくんとね、高須美希也くんがですね、コラボの動画上げてたじゃないですか。で、それにちょっと僕がね、嫉妬しちゃってね、ちょっとね、高須とね、ジョージにね、ハブられましたと、いう動画出したら、ね、今日の今日よ、早いって、マジ照れるって、本当にね、捨てハゲさんをね、手ぶらで帰らせなきゃいけないと、ね、捨てハゲさんをね、悲しませなきゃいけないということでね、世界最強のね、海賊、このね、エドワード・捨てハゲートのね、捨てハゲ海賊団、一番隊隊長、不死鳥・美希也君と、ダイヤモンド・ジョージ君が、コラボしに来てくれましたいやーちょっとこの絵面ちょっとテストステロン高すぎるってちょっと臭いってちょっと男臭いってまあちょっとね今ほんとね今をときめくね2人のねメンズコーチにねちょっと今日お越しいただいてねまあ対談だったりとかねちょっとゆるくちょっとね初絡みしていこうと思うんでねじゃあちょっと景気づけに乾杯の方ちょっと行きましょうかちょっと我々のね我々のこのね界隈のね乾杯で酒とかねそんなテストステロンを下げるねゴミをね飲んだりしないんでこれねクレアチン、クレアチンでちょっと一発ね乾杯させていただこうと思いますそうね僕レベルになるとねもう水とかいらねえからそう水でプロテインとかね、クレアチンとか、これ粉飲むやつ弱いって。よし、行くよ。よし、OK な。OK な。行くよ。じゃあ、捨てハゲ海賊団の、初会合を祝って、チャーズ！ああ。おお。乾くってちょっと喉乾くってこれねえねえほんとねおおねジョージお前生で見るとお前お意外とだらしない話してるなお前おねなあミキやなうんねおちょっと前なああんな偉そうなこと言ってるけどおね意外とねおねだらしないってほらね太いってデブいってほらちょっとおねちょっと今日ねせっかくメンズコーチ対談ということで、ちょっとフィジカル比べというかね、パワー対決をね、ちょっとしようかなと思ってるんで、ちょっとじゃあ、腕相撲でもね、やらせていただきましょうか。じゃあ、ちょっと、じゃあ、レフェリー、ミキはね、で、ジョージと俺で、ちょっと、じゃあ、やろっか。はい、来いよ。はい。ね、よし、台用意したんで、来いよ、ほら。ボソボソ喋ってんだよ。来いよ。よし。いきますよ。いきますよ。ね。もう、一発勝負。一発勝負いくよ。いきます。もう、早くしろ。いくよ。よし。いきます。よし。ね。ジョージメンズコーチ VS、素揚げ。こっちの方がいい。腕相撲対決。レディー。弱いって。え？なんか喋るって。気まずいって。いやしかしね、
最近メンズジョージコーチくんね、もうほんとすごいじゃんね、ほんとね、あの俺のね、あの俺のね2番線、あ、じゃ2番線じゃあのこいつやね、こいつで3番線じ、だからあのテストステロン3兄弟ですわな、私が。ね、ほんとあの俺のね、2番線じ3番線じがね、もう今やね、もうほんと YouTube を代表するね、テスあのメンズコーチ系 YouTuber としてね、もう本当すごいよね、ジョージ君なんて、なんか何危機管理機とかになんか激サムの名前つけられてさ、なんかすごいなんかいろんなところでネタされてるよね、本当。もうでもあのね、あの忘れんなよ、忘れんなよ、あのお前はね、分かってんだ、これもう分かってんだ、ね、お前はね、俺に憧れてね、俺の真似してね、成り上がったんだろ。分かってっから、怒ってないことは、怒ってないですね。あ、いい、いい、ね、いいの、いいの、いいの、あの、ね、こうやってね、あの、ステンチル系 YouTuber がね、あの、伸びれば伸びるほど、ね、この男のね、凄さってのが、ね、どん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 証明されていくわけだから。いやー、ずるいって、ずるいって、あ？あ、いやいやいや、いいよ、いいよ、いいよ、別にね、そんな、ね、そんな、ね、ね、あの、ね、今の僕は今ね、全部下着さんのおかげですって、あの、いやいや、分かってるって、分かってるし、いちいち言わなくていいって。あ、で、OK でね。あ、で、あの、ちょっと、あの、じゃあちょっと今からね、ちょっとこれ、あの、今女性の方たくさん見てると思うんですけど、ちょっと、あの、一旦ね、ちょっと男子トークというか、結構あの、ね、あの、汚い話するんで、ちょっと、見ないでもらって、大丈夫か、今、始めますよ。あの、ちょっとね、あの、ジョージとミキアといえばね、あのね、オナキン、に関するちょっとね、話題、あの俺もね、ちょっとお前に言いたいことあるんだな、その大丈夫ですか、女性視聴者の方もね、もういないですね、大丈夫ですね、もう男しかいないですね、いますよ、いますよ、うん、あの前さ、なんかさ、オナキンしろとかさ、なんかさ、偉そうなこと言ってんじゃん、オナキンしないで、何朝一発目からポロの見てるとか、なんかね、それはなんかゴミだとかなんかいろいろ言ってるけど、うん、一つ言わせてもらっていい？あのね、オナキンなんかしなくていいの。うん、俺ね、見てもらったわけだけど、ジョージメンズ、ジョージザーメンズホーチとしてさ、やらせてもらってるから、ね、ちょっと言いたいんだけど、オナキンをね、そもそもやらなきゃいけないって時点でもう弱いって、弱いって、うん、ね、オナキンってのはね、弱者がやることなんだよ、うん、ね、なんかオナキンすると目覚めが良くなったり、朝起きるのが楽になったりとかさ、こうテストステロンが増えて活力にみなぎって、より行動的になって、男らしくなって、どん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 なんかいいことを尽くしだみたいな言うけど、違う、そんなことね、しなきゃいけない時点でもう弱いって、そうね、本当にね、本当に強い男ってのはね、そんなことしなくたって強いんだ、毎日ね、3発4発ぶちかましても全然余裕ですよって、それが本当の強い男なんだ。だからお前みたいにね、なんか、なんだっけ、週1回なんか2回しかしないみたいな、なんか言ってたけど、弱いって、それ。弱い、うん、で、時代はジョージ・ザーメンズ・ホーチだから、うん、悪いけど、弱いんだよ。うん、ね、一番大事なのは、ね、オナキンをすることじゃないんだ。もし仮に しちゃったとしても、全く気にしない、そのメンタリティ、それが大事じゃん。よくそのオナキンをね、失敗しちゃって、もうおしまいだみたいな、何やっちゃって、何してんだろう俺みたいな、俺って本当ダメだよなとか思うやつね、思ってる人いるかもしれないけど、まずそのね、その思考が間違いなんだ。わかるかい？うん、でもう別にね、で仮にもうピッて出しちゃったって、うん、なっても、おやったやったって、お余裕ですよって、じゃあ次行こうかっつって、2発目3発目を貪欲に狙っていく、うん、で、そのメンタリティが大事なの。だからお前のそのね、なんかオナキン理論はね、弱いって、うん、そんなもんだな、ね、弱そうだもんなお前らな、そっちだろお前ら、うん、ね、弱いって本当に、まあね、俺レベルになるとね、もうね、そんなステージじゃねえからさ、うん、ね、あ、うん、え、
何？ん？なんだ？誰か来た？誰か来たね。誰か来たね。誰か来たな。なんか来たよ。なんか来たよ。え？ちょっとどうしたん？うん。ねちょっとすみません、結構緊急なんですけど、ねお前ら初対面のね、お前ら初対面のね、こちらね私のちょっとご友人の鉄道系 YouTuber、 鉄道系ナンバーワン YouTuber のですね、スーツ交通、こと藤田ひろと君がですね、なんかいきなりなんか乱入、いきなり呼んでないのに、ね、いきなりいらっしゃいました。え？ちょ、何、どうしたのお前、ちょっと呼んでないよお前。な、何急に。え、ちょっと、ん？あ、何、素揚げさんが初コラボということで、ちょっとね、来たくなっちゃいましたって。いやちょっと、まあ嬉しいけど、ちょっと、ちょっと、ね、呼んでないって、え、誘ってないって、ね、ちょっとこ、ね、ミルカン、ね、テストステロンゼロのね、顔してるじゃん、ちょっと、ごめん、ジョージ、ごめんね、怒んないで、ちょっと、ね、お前、確かにね、69代の虫毛だとも見るとね、いやついちゃうだろうけど、ごめん、ちょっと、悪いやつじゃないから、ちょっと空気読めないだけで、ごめん、怒んないで、おね、ね、ノーテストステロン藤田くんがね、ちょっと来ちゃったんですけど、どうしようか、ちょっとね、ね、俺らテストステロン3兄弟の話題にちょっと、ね、この子ついてこれるかどうかね、ちょっと、ジョージくん、怒んないって、怖いって、ああ、そっか、君、陰キャラに厳しいの。ああちょっと、ちょっとごめんって、ちょっとやめて、ちょっとごめん、ちょっと、怒んないで、怖いって、もう、藤田もお前、青になって、藤田も、え、何やろ、何、お前の収入の100倍稼いでますから、僕はって、もうちょっと、青になって、やめろって、いつもの収入もあると、やめろって、もうちょっと、やめろって、お前ら、本当に、ちょっと、マジで、ちょっとミキは止めて、ちょっとやめて、おい、ちょっとマジで暴力はやめて、本当に、ちょっとちょっと、ああ、何してんの、それもいい加減しろ。やる？あ、いいよ。え？あ、そういう感じ？ふざけんなよ、お前、ほんとに。お前、いくらね、藤田がね、陰キャラだからって。ね、お前、暴力がダメだろ。あ、やる？あ、いいよ。あ、やろっか。オッケー、オッケー、じゃあ、いいよ。じゃあ、もう全員バトルロイヤルね。あ、いいよ、もう。あ、じゃあ、もう殺してやるよ。あ、間違えて。やってやるよ。